にします。やばい、でも待って、今日本当に鼻むずむずしてる。なんで花粉症かね。朝から花粉にやられてるかもしんない、もしかしたら鼻が。やばい。そうそう、ディオールのコンシーラーを使いたくて昨日買ったやつを、そのための本当自己満配信あ、仕事中の方がねもういらっしゃるんですね。でも今日日曜日なのにお仕事なんだ、大変や。私も今日はお話し会がこの後ありますので、この後って言っても私結構遅い時間だった気がするな、何時だったか忘れちゃったけど、今日遅めだよね。いつも動画上げてくれてありがとう。いいえ全然皆さん見てくれてありがとうございます。逆に、ああマジで鼻水がずっと垂れてくる。4です。わあ、お仕事行っちゃう人がいる。頑張ってね。4時半からか、めちゃくちゃ詐欺だやばい、夕方か。ご飯食べてから行こうかな、迷うな、迷う。おはよう、そしてお休み。寝るんですかいいな、お休みってことかな、いいな。ちょっと私も本当にさっきまでもう布団の中で二度寝しようかめちゃくちゃ迷ったんですよもうね、二度寝してやろうかと思ったんですけど、なんか余力なんだ、起きれたわ。配信しようと思ったら起きれましたギリ。朝起きるとか花粉つらい、わかる。なんかさ、朝方とさ夜寝る前とかなんか急に鼻むずむずしたりしますよね。あれ何なんだろうね、何の現象なんだ。で昨日買ったディオールをディオールのコンシーラーを使います。もうね、ファンデーション代わりに使えるとネットに書いてあったので、これでささっとアラを隠して終わりにしようと思って。わあ、確かにめちゃくちゃ消えるわ。おーおーおー、いいいいいい。ぷよぷよ始めた。やってないです、ぷよぷよ。もう昨日ねすぐねお風呂入って寝ちゃった。ちょっと TikTok は見てたけど、夜寝る前もうすぐ寝ちゃった、眠すぎて。ぷよぷよやりたいな、移動時間でやろうかな。そうそうそう、昨日言ってた、高いコンシーラーです。おしりんってコントロールカラー下地とか使ってたりする？使わないですね、普通の使ってるわ。いいのかな、どう？でもあ、でも今はなんか全体に塗ってるんだけど、
今からニキビを隠すわ。この三連単こいつらを隠します。安いってやっぱり全然違うの。え、でも安いのでもこうやば、安いのでも隠せるんですけど、これはマジめちゃくちゃいいと話題なんですよ今。話題のやつ欲しくなっちゃいません？私すぐそういうの欲しくなっちゃうから買っちゃうの。てか数日前にミナルンさんが、そうだミナルンさんが買ってていいって言ってたから、なんかじゃあ買おうってなったんだ。もうメンバーのいいっていう言葉ほど信用できるものはない。招き猫可愛かったでしょ、めちゃくちゃ。ツイッターとかブログにも載っけました。そう、なんかさブログといえばさ、なんかちょっと前にツイッターで大騒ぎしてしまって申し訳ない本当に。ブログがね、なんか公式サイトがちょっとリニューアルみたいな感じのをしたんですよ。でそのタイミングでなんかブログの上げ方が変わったんですけど、なんか1日目はうまく上げれたのに2日目から私うまく上げれなくて、この宇宙のネットサーバーのどこかに私の送ったブログたちが消えていってしまってました。1週間ぐらいかな、1週間分ぐらいどっかに飛んでいってしまいました、悲しいことに。まあでもそれは私のちょっと上げ方が悪かったんで、上げ方が多分間違ってたんで全然ダメだったんですけど、なんかねちょっと悲しかったですね。毎日私は誰に向けてあのたくさんの写真と文を上げていたのだろうと、ちょっと悲しくなりましたねあれはね本当にね、なんかねそのブログの形式が変わって、あの1回に送れる写真の量がたくさんになったんですよ。だからなんかその文の途中に何言葉とか入れ、あ写真とか入れてなんか頑張ってたんですけど、まあその写真たちもどっかに消えてしまったということになりますね。ブログ上がってないのおかしいなって思ってた。本当に。でもね本当にね、優しいのはファンの人が、優しいのはなんかその何ブログ上げろやみたいな、何サボってんだよって言ってくる人が一人もいなかったところが本当に今回素晴らしかったとこですね。本当にみんなのことはより好きになりました。私はそういう厄介系がいなくて厄介系のファンがいなくて、あ、ありがとう。マシュマロ。マシュマロ食べてー。うん。運営からメンバーに変更の連絡来ないの？そう、来てたんですけど、来てて、1日目、なんかこう、恐る恐るあげるじゃないですか、そんな、初めてだから。で、恐る恐るあげたら、あげて、遅れてますかみたいな、そのマネージャーさんに聞いたらなんか大丈夫ですよ遅れてますよって感じだったから、あこれでいいんだみたいな、なんかちょっと変だったんですけど、
その時からもう遅れてんのならいっかと思って次の日からも同じ感じで上げてたら遅れてなかったっていうなんかなんだって感じですよね。謎だったんですけど、まあまあでもね無事ねなんとかねあのマネージャーさんと一緒に上げてみてこううまくいったので大丈夫。毎日見てください私のブログ。なんかねメールとかで送る感じじゃなくなったのでそのね送った内容とかもう一回送ってほしいって言ってくれる方もいるんですけどなんかもう一回送ることができなくなったんですよ。なんて言うんだろうネットであげるなんて言うんだろう分かんないんだけどそういう感じであげるから。で私の場合その送り方が間違ってたからてか送れてなかったからまず大前提としてだから送ったまあ送ったと思ってるんだけど実際は送ったやつをまだ送りきれてないのに OKOK っつって削除してるって感じだから削除してるっていうか戻るというか感じだからだからマジで全然ゼロ何書いたかも自分で覚えてないしどの写真載っけたかも自分でも覚えてないぐらい本当にゼロなんですよ。逆になんで気づけたの？それは本当にラッキーというか良かったなと思うんだけどなんかそのブログの形式が変わってから一回も自分のブログを公式サイトで見たことがなかったから一回見とこうかなと思ってどんな感じで上がってんのかなと思って見に行ったらなんと一個も上がってないとえってなってそんなことあるみたいな私の携帯の異常だよねと思ってさすがにあんな毎日送ってたからと思ってツイッターで聞いたらみんなそうだって言っててえっとなって本当にでもよかったあん時に気づけてまだよかっただってさ今ももしかしたらさ上がってないと思って毎日送ってた可能性もあるわけだからそう思うと本当に良かったなって思うたまたまだけどブログの更新を見に行って良かったなと思いました。ちゃんと確認するのが大事ですよね普通にね。コンシーラーめちゃくちゃいいです。もう私はめんどくさくてファンデーションの代わりにもこのコンシーラーを使ってるけどめちゃくちゃいいよ。カバー力がありますね。私のこの頑固ニキビたちもちょっと今あの光であれなんだけど影みたいになってるんだけど普通に消えるよ。ちょっとすごい顔してるかな今もしかして分かんないけど。なんだこれはなんか落ちてきたそう今日さホワイトデーなんだよね。なんかホワイトデーといえばルカティンは今日お菓子を持ってきてくれるのでしょうか。今年のホワイトデーは絶対にお菓子を配ると、ルカティンは宣言していたのですがあの子は今日本当にホワイトデーということを忘れていないのでしょうか。とても気になるところですね。最近眉毛がうまくいかなくてまあいっかこんなもん
つも応援してます、頑張れおしり、ありがとう、応援された、ありがとう。ルガティン買ってきそう。いや絶対買ってこないと見た。マジで普通に忘れてそう、ルガティン。やっぱ変な約束はしないでおくべきですね、この人は。公園でめちゃくちゃ私たちに誓っていたけど、やばい喋りすぎた、マジで時間がやばい。マシュマロはあなたが嫌いという意味らしいから注意。そんな、昨日ギフトでめちゃくちゃ喜んでたのに。そういう意味あるんだ、ホワイトデーにおいてはってことかな、意味深すぎ。マシュマロ大好きだから普通に送っちゃいそうだわ、お友達とかに。あーくしゃみ出そう、なんでこんな鼻水むずするんだ。ケータリングで朝食ですか。そう、でもね今はねあれなんですよ、ケータリングも抑え気味というか、とか お話し会、まあ割と AKB さんの方なので一瞬だからないのよ、用意されてないのよ、悲しいことに。私たちの分はなのでちゃんと食べてから行きます。もう本当にそのやっぱね、あのケータリングを楽しみにいつも握手会とかも行ってるので、やっぱそういう勢としてはもう本当に悲しいですね、その、ま、あの美味しいケータリングたちを食べれないのは。いつもやっぱ食費も浮きますし、そこでそうお弁当でも長い時間やる子たちはお弁当を用意されてるんですけど、なんかいつもみたいにさ、そういうさ移動式のご飯作ってくれる人たちが来ることはあんまなくなっちゃったんですよ。いつもお弁当みたいな容器に入れられてる、決められた量のご飯を容器に入れられてる状態で、なんか好きなだけこれを盛ろうとかさ、この料理だけ多めにしようとか、そういうことできなくなっちゃったんですよ。あ、経費削減じゃなくて多分衛生的な問題なんですよ、その多分バイキング形式が多分衛生的に良くないからそんな感じになったんですよ。泣き、普通に泣き。そう多分経費削減じゃないと思うんだよ。マジで悲しい、本当に毎回美味しいご飯を用意してもらえることは当たり前じゃないんだなと思いました。
また食べたいよ、美味しいケータリングたちはさ。まあ全然その小分けのケータリングも全然美味しいんですけど、やっぱ嫌いな食べ物とかもちょっとランダムで入ってきちゃうんで、やっぱちょっとね、好きなのを好きなだけ食べたいですよね。嫌いすんなって話なんですけど、ちょっと急がなきゃかな、これもしかして、やばいやばいやばい、お腹いっぱい食べられないのかえ、でもお腹いっぱいにはなりますよ、なるんだけど、やっぱおかわりするのとかちょっと恥ずかしいし、なんか恥ずかしいし、あ、洗濯が終わったぞ、洗濯干す時間も考えなきゃ、待って、お腹空いてきた、ちょっとケータリングの話しすぎたかもしれないお腹空いちゃった、お腹すいた。みんな朝ごはんは食べたかな。食べましたか？朝ごはん。お尻の嫌いな食べ物は、めっちゃありますよ。きゅうりとか。あとやっぱケータリングだとこう彩りも考えてとか健康のバランスも考えて出してくれるから。なんかパプリカとかあるんですよ、ちょっとパプリカとか食べれない、そういうのもあります。あとなんだろう、嫌いな食べ物、なんだろう嫌いな食べ物、言われるとパッて思い出せないもんですね、なんだろうな、おしにて小食でしょ、いや小食ではないと思うんですけど、まあ小食ってことにしときます。アシリンはファンの方といつも丁寧語で話すの、いや、あーどうだろう、わかんない、いろいろですでも普通にタメ口で話すときもあります。キュンです、わーいいね、朝マックいいね、ドーナツ食べた、最高、朝はトースト食べたよ、最高、ミスド4個食べました、ドーナツ率高くね、おしゃれじゃん、めちゃくちゃおしゃれじゃん、いいよねミスド。こないださ、オアシスだっけ、あの境の地下のとこ歩いてたらミスドを発見しました、食事メニューを出してるミスドを発見しまして、最高と思ったわ、本当にね好きなんですよ、めちゃくちゃ、これ前も語った気がする、ミスドのお食事メニューがめちゃくちゃ好きで、なんかさ昔さ、あのさ、なんだっけ、栄にさミスドあったんですよ、知ってます、あのどなんだろう、パチンコ屋の隣、あ違うパチンコ屋じゃないか、
なんかあったんですよ昔は。だけど閉店しちゃってなくなっちゃって、私すごいそこが大好きで、なんかマジでしんどっていうアンダーの日とか、なんかそれをお昼に食べて一人で食べ行って、あ鼻についちゃった、一人で食べに行って、もう今日絶対これで頑張ろうみたいな気合とか入れてたんですけど、その店とかなくなってしまって、本当にあの時は悲しすぎました、店がなくなって。でもまあちょっとね、またね境にミスドが、食事メニューを出すミスドがあることを知ったので、ちょっとまた行こうと思って、一人で行っちゃうよ。今日は お話し会です。食べたことない人いるの？マジで美味しいよ、ミスドのメニュー、食事メニュー。私はシンプルにあの汁そばだっけ、なんかほんとマジでネギしか乗ってない透明なスープのやつなんですけど、それがマジで好きでなんかいろいろなメニューあって迷うんですけど、結局いつもそれを食べちゃうんですけど、お母さんと食べよく行ってて、あの焼津にあるんで食べ行ってたんですけど、お母さんが選んだチャーハンとかそういうなんかちょっとおしゃれな麺類とかを一口もらったりして、もう全メニューうまいんですよ。うまいし安い、本当に大好きミスト。これも言ったかもしれないんですけど、まあ、将来永住する場所を決めるときは近くにミスドがあるっていう条件を絶対に入れようと思ってるぐらい、本当にめちゃくちゃミスドの食事メニューが好き。ドーナツも好きなんだけど、食事メニューがとにかく好きです。あ、地元八重洲だと今はあのイオンジャスコっていうの、なんていうの、あのそこのミスドに行きます。私今でもあの八重洲帰った時お母さんとお昼行きますミスドがいいって言って、ね、大井川の方だとあのアップルとかある方にあるんですけど、待ってこれめっちゃ地元トークだから通じない人のが多そう。汁そばめっちゃうまいよね、大好きなの、あれ本当に大好きなの。あードーナツ売ってるイメージしかないか。そうな、なんかね少なくなったのかな、なんか静岡の背の場とかもさ食事メニューないのよ。なんかめちゃくちゃありそうな雰囲気出すけどさ、食事メニューないんだよね。絶対食事メニューあった方がいい、美味しいもん本当。ミスドさん自信持ってほしいよね、本当にめちゃくちゃ美味しいから、もっと自信持って出してほしい。めっちゃ美味しいよ。スヌーピーのこれ可愛い、可愛いよね。ゆきちゃんと半分こしました、これゆきちゃん持ってるはず。お腹すいた、ミスド行きてー、ミスド行きてー。こんな喋ったらもうミスドじゃん、みんな絶対お昼ミスド行くでしょ。こんな、ミスドのヤムチャとかはまだあるのかな、どうなんだろう。そっちのメニューはあんま食べないんですよ、ほんと汁そば
汁そばしか勝たんって感じ。やばい、足痺れる、足痺れるよ。お尻が出来上がってきたね。え、そう、やばいよね、全然顔違う。10日の公演楽しかった。おー、よかった、楽しんでもらえて嬉しいです。何しようとしたか忘れちゃった今。あ、これだ。スノバには爽やかがあるね。そう、あそこさ、いいよね。なんか駅から一番近いからさ、静岡でイベントした後とか行ってました、マネージャーさんとか。あとマキコさんとかさ、あのユキちゃんとルカとさ、イベントやった時も行った。シリンとセノバですれ違っても気づかない自信はある。マジ本当に一般人顔なので、芸能人顔じゃないから絶対気づかないと思う。でもね、一回、あれ一回どこだったかな、静岡だったか忘れたけど、女の子の店員さんが、あ、静岡かも、パルコだ、静岡のパルコだ、パルコで声かけてもらったことあります。一回だけ、マジこんな8年もやってて一回だけあるのよ、静岡のパルコでね、服買ってたらね、店員さんがね声かけてくれた。焼津の青木しおりちゃんですよねみたいな感じの声かけてもらって、ええと、知ってますか、ありがとうございます。辛い。爽やかね、そうなんだよね、待ち時間がねえぐいんだよね。ちょっと待って、息で鏡曇る。でも割と、まあ、待ち時間長いんだけど、なんか回転率みたいなのはいい気がするんだけどな。割となんか爽やか食べれるって思ったら待てちゃうんだよね。もうすぐやで。爽やかのカレーが意外と美味しいんですよ。え？カレーあんの？知らなかった。なんかさ、爽やかのお昼のメニューのハンバーガーがめちゃくちゃ美味しいという噂を聞いて、なんか前食べようと思ったことはあるんですけど、カレーは知らなかった。カレー美味しいんだ、気になんな、ちょっと気になんな、それは。待って、寒いかも、ちょっと寒いかもしれない。
名古屋駅で見かけたことあるけどプライベートの時だけどスルーした。優しい。お腹すいた。待って、爽やかも食べたいかも。こうなってくると話した食べ物は全部食べたくなる。お腹すいた。爽やかのハンバーグ作りにチャレンジしてほしい。難しそう。あの感じ出すのめちゃくちゃ難しそう。キミちゃんも爽やかのカレー絶賛してたの。食べたことあるんだ。なんかさ、そのさっき言ってたさ、ハンバーガーも一回話題になったんだけど、なんだろう、あ、食べよう食べようって意気込んでそのお店行くんですけど、まあ結局ハンバーグを食べてしまう。だからなんか他のメニュー食べたことないんだよね、あんまり。結局なのよ。結局他の食べちゃうから、あんま食べたことないんだよね、他のメニュー。ポテトぐらい、フライドポテト、友達とかと食べ行ってフライドポテト頼もうぜってなるぐらいね。ちょっとこのまつげなんかやば。フライドポテト以外は食べたことないかもしれない。まつげパーマをしたんですけどね。あ、でももう取れてきてるのかな、まつげパーマ。ちょっともうまたチリチリまではいかないんですけど、そう、四方八方にすごい自由にまつげが過ごしてくれてるので大変なことになってる。まつパ向かないまつげなのかな。すいた。ハンバーガーもボリュームありますよ。そうなんだ。そう、なんかさ、ご飯も結構量多いからさ、セットっていうかそのライス付きで頼むとさ、ほんとお腹いっぱいになっちゃうんだよね。お腹すいた。爽やかが簡単に食べれる距離に住みたい。まつげ伸びてくれ。頑張れまつげ。まつげ伸びてくれ。全然伸びねえ。
まあいっか。でかゆい。AKB のチームエイトの静岡代表のこと話したことある？ない。なんだかんだ一回もないですね。あの横道ちゃんとかわかんない、今どんな子が代表なのか知らないんですけど、横道ちゃんとかぐらいしか知らないんだけど、でも一回も話したことないや。さすがにちょっと話すきっかけがなさすぎるチームエイトと。ちょっとまつげどうしたんだよ、頑張ってくれよ。まあいいか、よし。そしてこれを最後に。よし、できた。あ、キラキラつけよう。まつげ大変なんだね。そう、なんか今ね、そのまつげパーマが多分取れてきてしまってめんどくさいことになってるんですけど、よし。待って、やっぱまつげがまつげがちょっと、うまくいかないな。メロンパンアイスは美味しかったですか？え、メロンパンアイス食べたっけ？結構何年か前なんですけど食べた。誰かと間違えてないですか？え？なあ。
ということで顔は完成しましたので、髪の毛をやってきます。もうちょっといつもは髪の毛も合わせて1時間ぐらいで終わるんですけど、今日ちょっとベラベラ喋りすぎた。特にミスド喋りすぎた。焼津発のチーズのお菓子食べたことある？何の話だろう。マグロチーズみたいなやつかな。ハートたくさんありがとう。なんだアイコン、女の子かわいい。熱い。一羽をしていきます。なぜ最近外羽をしているかと言いますと、髪の毛が伸びてヘアアレンジできる長さになったということで、ちょっとアレンジしたくなったのと、なんか外羽してた方が若く見える気がしてという理由で外話してます。あ、チーズピケの話か。ありますね、焼津のお菓子屋さん、チーズケーキのお店ですよね。知ってる。なんだっけ、ラシックにもねお店があるんですよね。前お仕事でもお邪魔しました、焼津の方は。十分若いと言ってくれるのは嬉しいんですけれども、本当にちょっともう年が重なってきちゃったので、ちょっと髪の毛だけでも元気でいようと思って髪型だけでも。以前のベリーショートお尻的にはどう？いやもうなんかセットしなくていいしめちゃくちゃ楽だったんで、したいなとも思うんですが、でも結局こんぐらいの長さがなんかアレンジもできるし、なんか可愛いなって思っちゃうから、この長さが一番好きだな。でもマジ本当気持ち的には前バッサリ行った時ぐらいまで切りたいんですけど、マジでセットしなくていいから本当に楽だったんだよあの時。
マジ雑今日めちゃくちゃ雑。後ろ外跳ねられてんのかな、いつもわかんないんだよね、後ろの様子が。あちちちあち熱い。まあ後ろなんて誰も見てないからな。夜は平均見るね。おお平均、あれも見てほしい非公式見てほしい。私非公式で出ます。今日甘酒好きですか？ちょっと苦手ですね。なんかできてんのか後ろ分かんない。まあいっか、できてなくても、まあこんな感じで外跳ねました。後ろ向いて、でもできてなかったら恥ずかしいから後ろ向かない。はい、ということで私のメイク完成しましたので、これにて配信を終わろうと思います。ということで昨日買ったディオールのコンシーラーは最強だったという結論に至りました。気になった方がいたら買ってみてください。髪の毛の色に合ってます。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。この髪色もね、なんか前までちょっとなんか緑系、なんていうの、オリーブ系の色に染めてたんだけど、パーソナルカラーの、ね、先生がね、赤ちゃんにした方がね似合うって言うから赤ちゃんにした。もうそういうのすぐ信じちゃうからさ、赤ちゃんにしたの。でもみんな褒めてくれるから嬉しい。夜配信する、夜配信、夜はでもあれですね、その非公式があるので、配信があるので、生放送というか、そっちを見ていただけたら嬉しいですね。ニコ生かな、はい、ということでちょっと洗濯もね干さなきゃなので、もうそろそろ終わろうと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。楽しかったです。変なご飯の話ばっかしてお腹すかせてしまって申し訳ないありがとうございました。バイバイみんな、頑張ってね午後からも。バイバイ、お話し会もよろしくお願いします。バイバイ。